想像絶するものです。同情してくれるの？もう自分のこと心配したのもいいと思うぜ。僕は今は離婚の方です。お前の人生は昼ドラかよ。100万円の振り込み先です。この家を出たらお願いしますね。本気で別れる気あるんです。